爱的刺猬被捧在手掌心里，连小朋友都玩得超开心。以猫狗为主题的动物咖啡厅变得稀松平常，因为现在在东京出现了一家刺猬咖啡店。这家刺猬咖啡店7号在咖啡厅一级战区六本木正式开张，吸引喜爱刺猬的顾客上门。もうハリネズミが大好きで、結構ハリネズミグッズとかすごい集めてて、で本物のハリネズミ、あ、家が宮城なので、ちょっと宮城の方だとペットショップでしか見れないので、ちょっと調べてきました。店内有20到30只小刺猬住在透明玻璃箱内，上门消费的顾客可以和刺猬合照或捧在手上抚摸。尽管一小时平日要价约台币300元，假日391元，还是吸引不少顾客上门。ハリネズミさんってこう触りづらいんじゃないかとかそういうイメージがありますので、まあこうきちんと触っていただいて、そのイメージを払拭しようと皆様にこう魅力をお伝えしたい。という思いでこちらのお店を始めました。伴随着悠扬的爵士乐，民众大可以卸下心防，把小刺猬放在手中把玩，和刺猬亲密互动，体验让人意想不到的刺猬独特的疗愈魅力。记者姚慧文综合报道。